ナールデンは、オランダの北ホラント州にある、基礎自治体。アムステルダムの東南東、約2 0トルの位置にあり、本土とフレボランドカンタク地との間の方位海に、面している。また、ヒルフェルスムを中心とする方位地域の一部である。自治体の中心は、両方と堀が完全な形で復元、維持されている星型要塞であり、要塞都市リストにも掲載されている。 1522年に、法医地域で最初に、都市圏を得た、この町は、繊維産業を主産業とする、要塞都市として栄えたが、18世紀には、ヒルフェルスムーに追い越され、現在では、隣町のブッスムーよりも小さな町となっている。ナールデン基礎自治体には、次の地区がある。法医名や南部工業地区の産業及び、上塞の観光が主要な産業である。地区の北部には、 ゴルフ場や、ヨットハーバーも存在している。隣町のブッスムにあるナールデンブッスム駅が、最寄り駅である。城塞からは 2km ほど離れている、ベースプ駅とナールデンブッスム駅の間を結んでいる、コネククションバス110系統のナードン、ブルグウェスリングプライン停留所等で下車。要塞を迂回するように、自治体の北部地区を高速道路 A1 が通っている。ありがとうございます。